介いたします。材料のご説明をいたします。小かぶ1キロ、ざらめ100グラム、醤油 200cc、 みりん 60cc、 お酢 100cc、 ほんだし少々、以上です。まずはじめにかぶを切ります。好みの大きさに切っていきます。私はちなみにこんな感じで回し切りにしていきます。味が染みやすいからです。切り終わりましたら天日に2時間ぐらい干してください。次に煮汁を作ります。全部調味料を加えていきます。お醤油、ざらめ、お酢、みりん、だし、これをね煮立てます。煮汁が煮え立ちましたのでかぶにかけます。煮汁をかけましたらね、全体に行き渡るように汁に染みるようにしてください。煮汁が冷めるまで置きます。つゆを取り出して煮立てます。沸騰しましたらね、アクが出ますのでアクを取り除いてください。アクを取り除きましたら2回目のつゆをかけます。これで冷めるまで置いてください。美味しいのでぜひお試しください。賞味期限ですけど冷蔵庫保存で 2、3 日で召し上がってください。もしこの動画が良かったらいいねボタンをちょっと押してください。まだチャンネル登録されてない方はぜひお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。